ゆら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 、こんにちは、こんにちは、今日も元気にご挨拶。じゃみんなハローするよ、みんなハロー、もっと元気にいくよ、もっともっといくよ、ハロー。じゃあムーギューします。ムーギュー大好き、もっといくよ。こうやって飲みくっていう風にやるかっていうと、おそらく火がついた方が相手への理解が深まるっていう言葉がされてるんじゃないかなと思います。で、赤ちゃんも一緒です。耳で聞いて飲むっていう単語を聞いた時に、一緒に手が動いてくれると意味がつながりやすくなる。両手をこうほっぺに当ててね、お昼寝とか夜寝にする時に、ね、両手を広げて抱っこです。たぬきさん、みんなやってくださいね、一緒にポン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 だよ。じゃあ次、ポン。